98年に行ったピュアソウルツアー98の公演中で、ある5月、骨折、久し骨折、してますが、その場所は北海道厚生年金会館。正解、やった、そっちか、あぶねえ、やった。5月18でしょ、ちなみに。そうです、5月18、はい、日にちまで分かってますね。やっぱ忘れられないですね、うん、覚えてますか、メンバー間ですぐ気づいたのは誰だったんですか。久しがバックステージ連れて行かれて、はい、で俺が行ったんですよ、うん、でセキュリティがすぐ添え木をしようってことで、うん、雑誌持ってこいみたいな感じになって、で慌てたスタッフが楽屋に何か取りに行って、ああ持ってきたのがフライデーだったんです。この薄いこれじゃない、熱いやつ。それ武田哲也じゃん、それ。やってしまいましたよね、これ。これその映像も次のベストアルバムの特典のピュアソウルムービーの方に入ってるんですけど、今だと逆に見れないね。まあ本人としてはね、まあでもほらね、知らないファンもいますから、中にはね、やっぱこれ、まあ今とにかく元気ですから、ぜひ見てもらいたい。